さまざまなニュースの中から、いくつかのニュースを俺の独断と偏見で、拾っていくゴートニュースの時間です。あの千葉県の野田市の、虐待の、胸が苦しくなるニュースなんだけど、千葉県野田市の栗原美也ちゃんが、父親に、虐待を受けてて、で、その母ちゃんの方もそれをもう黙認してて、で、児相が介入しようとしたんだけども、話にならなくて、それを一生懸命学校の先生に SOS も出してたのに、それも親にチンコロ入って、結局最後死んでしまうっていうニュースね。あのこんなのもう綺麗事とかじゃなくて、あの受けてる本人はこんなのもめちゃくちゃ怖いし、で綺麗事でその児童相談所って組織とか、あるいはどうやって SOS をすればいいのかとかいうのはもうはっきり言って綺麗事で、これはもう俺の考えだけども、これはもうここまで来たら殺すしかないんですよ、あの親父を。あの絶対最後はもう世論は分かってくれるんで、こんなのはここまでされたらもうやるしかなかったって。あとかお母さんで、そう、それを俺がもう考えてきた。もう法律で何とかしてくれっていう頃に本人にはもう言えないから、あの児童相談所なんかはっきり言って初めからクソの役にも立たないっていうのは分かってるし、逮捕権もない、その法律にのっとってないんで奴らは。でそんな9歳10歳の女の子がもう怖がって、外に SOS 勇気を出してとか言うけど、 SOS も無理だから、はっきり言って。あの俺ですら若い時、先輩とかのやっぱ焼きでよくネットにも出てるけど、もう心身ともに壊れちゃうから、だからもうビビっちゃうから、一回そこまでビビったらもう無理なんですよ、本当に。何とかしようとか話しつけるなんてもう無理無理なので、あのやられる前にもやるしかないんですよ、あの極論。法律なんかも頼ってられないんで。でじゃあどうすればいいかって言ったら、多分あのどうすればいいかって言ったらね、そんな無責任なこと言うのもあれだけど、俺なりにちょっと考えたのは、どんだけ怖いやつでも一つ屋根をしたら寝てれば絶対隙があるわけで、あのこの家の場合で言うと、その親父は絶対寝ると、その親父が絶対寝静まる時があるんで、でまああんまり過激なこと言うと、俺もその赤番食らうんで、通報とかされたら嫌だから、まあ余計な確信はつかないけども、まあポイントだけ言うと、そのまあそのおかんとやっぱそこは口裏合わせて、やっぱどんな大男でも何でも寝てる時っていうのは、母ちゃんと娘がタッグ組んだらなんとかなる隙があるから、そこにやっぱ注射器みたいなの、あのやっぱその頸動脈なんですよ、性動脈とか、その注射器の中にそんなものをもうあれしといて、で寝てる時にもう、腕がなんか、最後勇気出して娘、顔も見るの怖いかもしれないけど、そっと腕を巻くわけですよ。そのいろんなものをね、翌日警察呼んでお縄にできるものを突っ込んでもいいし、あるいはもうそのまんま、あんま過激な発言はあれだけども、もう俺が言いたいのは、もう法律だとか児童相談所とかのせいにできないんですよ。あのそんな余裕ないの、もうやるしかないんですよ、あの状態になったら。そこまで市販でも、嫁と子供が飛び出して逃げたらええねん、寝てる間に。それがな、でもそれができなかったら怖くて。だって殺すよりマジやんか。いや殺すとは言ってないよ俺。なんで殺すとは言ってないよ。あ、そう、だから、そんな捕まってミヤちゃんと別れになるリスクを負わんのも、そう、だからそういう意見もあり、だから日よけは、賢いしやっぱ優しいから、そういうの、女性の
母として女性としてこうした方がいいんじゃないかって、俺はやっぱもう面倒最後やるしかないと思っちゃってるから、っていうのも自分の愛するその家族だったり、例えばだけど俺日よけがもし誰かにさらわれて、なんかないけども、もしそういう信じられない暴行を受けたりして、でもね、最後救出された時に純子お願い敵取ってって言われたら、俺は今だって瞬間をもう常に計画立ててね、実は。やっぱその相手がもちろんパクられて、で、まあ、裁判にそれからなっている。よく遺族の会とか出てきて、その自分らの家族が脅かしたやつらの裁判にみんなで会見してるけど、俺はあの絶好のチャンスは裁判所だと思っていて、まあ、そこに俺が仕込んだピーで、その時だけがもう俺はその敵を取れるチャンスと思ってて、まあそんな感じで母子センターみたいなとこがあるから、シェルターみたいな、シェルターに入ってしまった方が一番いい、それが守ってくれるから。まあだから日よけの意見としては、まあ、その DV 振ってくる男から父ちゃんでも何でもいいか、寝る隙があった時に母ちゃんと逃げて、で怖いなんて言ってらんないから、そんでかくまってくれるシェルターみたいなところにまず引っ込んでる間に、デコだとかそういう行政とか、うん、まあ、使える全てのものを使ってなんとかする。でまあそれで失敗した時、どこに行く気だっつって、もし起きてきてガッと腕とか掴まれてキャーってなったら、もう2人なんだから、でまあ次、芸人のタムケンがなんかラーメン食べに行って、でまあ一緒に写真撮ってくださいっつって撮った写真、心よし気分よく写真撮影に応じたのに、まあ後でそのラーメン屋の店主が、あいつはカメラが回ってないと面白くねえなっていうことを SNS に言って、それなんだひどいじゃねえかっつって、なんでそんなのおかしいんちゃうって言って、それをまたタムケンがツイッターかなんかしたせいで、まあひどい今炎上して店にまで電話がなんもう鳴りやまない。クレームでどうのこうのって話題になってんだけども、まあ単純に俺も最初これ聞いた時はかわいそうな話だな、タムケンもわざわざ行って写真撮ってこんなこと言われたらたまんないなと思ったけど、飲食やってる分際でその客相手にそんな SNS で不貞やろうだなって思ったんだけども、まあ冷静に考えたらタムケンがツイートしなければこんなことにならなかったわけで、一番最初に多分一緒に写真撮った後に面白くないって言われて腹立ったのは多分タムケン本人だから、その本人からちょっと痛い目合わせてやろうっていう、そういう魂胆から多分ツイートして拡散させて炎上して、最後蓋も自分が閉じるっていう、いいこと言って株を上げるっていう、でそのラーメン屋は散々パラひどい今目に遭ってる、今ここみたいになってるんだけども今ナウなんだけど、それっていうのは結局タムケンっていう面倒くさいやつをのことに触れたからこうなっちゃったってだけで、結構面倒くさいタムケンみたいなしたらかのやつをこういうふうにしなければまあよかったっていうだけの話で、まあ、あとはその、まあ、俺も近かったらカメラでも持って YouTuber のノリで、全然関係ないラーメンの食レポでもしたいところだけど遠いから行かないけども、もう謝ってんだったらもうそれ以上でもないんだよね、その面倒くせえなって話で、ただその SNS に手つけるのが遅かったかなっていう、10年ぐらい前からもっと SNS の構造みたいなものを知ってたらこんなことしなかったんじゃないかな。なんせこれ火つけたらタムケンだし、その火を消したのもタムケンっていう、そのタムケンじゃ何者なんだったら、まあしたたかな野郎だなっていう、それだけだな。まあそんな感じで新たな事業でも考えておいてください、そのラーメン屋は。ほんで次、まあ東大阪でストリートファイトみたいなのが起きて、まさしく路上でのそのなんだあれ、まあ、日よけの地元なんだけど、クロスバイクに乗ったやつが、まあ、環状の下、あれ環状線の下だよね、普通の、普通道路、車が高速の下、普通道路を中央通りを
明らかに自転車が入ってくるとこじゃないとこに、まあ、チャリンコが入ってきて、まあ、大男ですよ。あのスウェットの上下みたいのにリュックで、俺がジムに行く時の格好みたいなだから、もしかしたら格闘技かなんかやってらすかもしれない。それが急に車道に出てきて、まあそれを後方で見ていた車が、おお危ねえなってことで、お兄さん危ねえやみたいなこと、危ないやんけみたいなこと言ったら、まあその乗ってたチャリンコを投げつけてきて、ボンネットに。それにまあカチンと来たドライバーが、ふざけんなって追いかけたら、まあとっ捕まって返り討ちにされて、そうそう、その東大阪のセブン、よしよし、この間俺セブンに嫌われてるみたいなコメントがあったけども、本当はこんな仲いいんでね、よしよしよし、グリグリ、まあその、うん、おそらくその格闘技やってるやつにしても動きが変、あの左で最初、うん、ヘッドロック気味のすくい上げる感じで、ガシッと押さえて固めてるところを、まあ右手でボディの連打、まああれその逆、右で押さえて左、左で押さえて右か分かんないけど、うん、まあ、もしかしたら柔道かなんかやってるのかもしれないですね。追っかけてってやられるってね、一番ダサいパターンで、で犯人も結局チャリンコだから別にカメラなんか撮られてねえだろうと思ってやったんだろうから、あのチャリンコぶつけられた時点でもうすぐそこに証拠として傷ついてんだから、警察呼んで金取ってやればよかったんだけど、うん、まあドライブレコーダーのおかげでこういう風になったんだから、これからもう一般車両もタクシーに限らず一般車両も下手したらチャリンコも、みんなそういうドライブレコーダーだったり、もう音声と動画をもう記録できる媒体をもう積むべきなんですよね。まあ、あとその腕に覚えがないやつは喧嘩になりそうな相手を追っかけちゃダメだよ。体格差の問題も出てくるし、まあ、まあ誤審程度になんかやっぱみんななんかやった方がいいかもしれない。まあそんなとこかな。ほんで、まあ、恒例のヒヨッケのニュース、なんだっけ、チータ、あ、そうそう、ゆるキャラのチータンっていうのがいて、なんかカルチョップしたりバク転したりなんかすごいことやる、なんか可愛いキャラがいたんだけど、実は他の県のキャラクターと被ってんじゃねえか、先に真似したんじゃねえかっていう、もう使用を止めてくれっていう、なんかあれ起こしてて、で結局使えなくなったっていう、とんでもないニュースだよね。とんでもない、まあ一応そのケツにそのビッグニュースを持ってきたのがヒヨッケの機嫌取るっていうのがありきで、まあなぜ今日俺が何を言いたいかっていうのは、総まとめは、結局本当に法律とかでなんとかならないことってでもあるので、そこを考えた方がいいね、最後の一手を。だからそれを暴力に出るパターンと、強行突破しても自分で捕まるだけだし、なんとかなんないのかなって、これはもう終わりの出口のない問題で、永遠のテーマで、その、こうなった時のもう最後の自分の中のウルトラシーというか、俺はもう最後こうしてやる、私はもう最後もうこれしかないっていう、もう自分が思いつく限りのその究極論みたいのは常にちゃんと考えた方がいいですよね。俺はそう思うな。まあ俺なんかが一人で短期でやるするより、ヒヨッケの夫婦だと夫婦の意見で考えれるんで、まあ一人の人も、法律だけじゃどうにもならないんで、で所詮人は人だから、そんな親切な人ばっかりじゃないんで、最後自分の身を自分で守らなきゃいけないんだ。そこはもう本当、まあ
怪我のトラブルに巻き込まれないように毎日を大切にしてください。